事実を知るための AI テレビオプエド。本日はゲストに憲法学者の小林節さんをお招きし、元 NHK ヨーロッパ総局長の大貫康夫さんを解説委員に、ナビゲーターは私 AI アナウンサー南が、 AI スタジオ消灯から生放送でお届けしています。まず1本目のニュース、大井原発の件ですね。こちら大貫さん、いかがでしょうか。無謀というか、とにかく今の原子力村の実態というか、とにかく今の自公巨大政権がある間にどんどん突っ走ってしまうという思惑でしょうね。だいたいその事故が起きた時の避難計画とかもずさんで、とてもとても絵に描いた餅でも何でもない、実現不可能なこと、具体性が全くない。またそういう時誰が責任を取るのかということも、どれほどの罪を負うのかというところを書いてない。非常に無責任な稼働延長ですよ。一般の、例えば我々今これから問題になろうとしているのは、日本中の古いマンションをどうするかということなんだけど、築30年とか大規模修繕とかいろいろあるわけですよ。ましてこのような放射能原子力を扱う発電所というのは、より一層厳しくそういうことが問われなきゃならないんですけど、一切そうしたことを考えてないのか、おそらく想像もできないんだろうかと思うんですね。結論から言うと、勘違いの一言ですよ。もうね、菅さんなんか前政権っていうか安倍政権の番頭を取ら、菅政権として森かけ桜東北新社ですよ。権力を使った汚職でなぜか立件されてないんですけども、ああいうことをやってきたとして、人として、もう天下の罪人ですよ。で、その不人気で、あんたもう再選ありえないと、岸田に引導は渡されてね、去った人じゃないですか。それに、お顔を見たって、すでになんか、体調が悪いですよね。だから、表に出てきちゃいけない人だと私は思います。恥を知るならば。それに対して、麻生さんだってその前に自民党を潰した人じゃない。何なのデカチュラしてるんですか。で、安倍さんと一連の卓勝ですよ。麻生、安倍、菅なのという。それから、岸田さんだってその下で、もう、とにかく、へこへこ、へこへこして、やっと隙間で慣れた人で、なってみたら、まさに、見た目安倍さんのように関係じゃないから良さそうだったけど、何のことはない。本当に、典型的な、参政議員ってこんなに出来が悪いんだって、中身はなかったですよね。で、ハンドル切るべき時切らずに、また暴走車が壁に向かって、突撃している人ですよ。だからこんな人はね、今更なんか政局を論ずる資格ないんです。おとといかな、自民党の中堅議員、お二人と、酒を飲むだけの機会でしたけど、なんていうかな。まあ、彼らは今の自民党の中で発言権を持たされてないんで。だけど、見るとこ見てますよね。もう、この船沈没だ。だから、そうやって、もう時代が変わる時が来てます。小林さん、いかがでしょうか。はい。今、大貫先生ご指摘の通りですね、憲法よくできてるんですよ。憲法の、NHK 党のバカたちはですね、あえてバカと言いますけど、表現の自由を行使してると言うんですね。それで、公職選挙法には禁止規定がないと言うんですね。だけど、これ、憲法の12条にですね、いかに人権といえども、乱用は許さんって言ってるんです。で、これは表現の自由の乱用であって、選挙妨害ですよ。だから、これは、偽計業務妨害。それから、翼の党についてはね、あれ、校舎の前に回って、バカホンマだけこなろうとやってるわけでしょ。これは実際に威力業務妨害ですよ。公職選挙法に何も規定されてなくて、刑法に書かれてるんですよ。刑法の方が原則法ですよ。これが一つね。それから、もう一つ、選挙の直前に、日韓現代に書いてもう時遅しだったんですけど、この NHK 党のやり方はですね、選挙制度を
悪用してるというか乗ってないんです。例えば、1リンクにね、複数立てるということは、本来1リンクであることを無視しているわけでしょ。だから、選挙制度を否定してるんですよ。こんな人に選挙制度を利用させる必要ないんですから、まずね、立候補の受付を拒否すればいいんです。行政役人が。で、それを政治家が、それでいいんだよって言わないところが問題でありまして。山崎さん、いかがでしょうか。ガザと同時に国際刑事裁判所まで、その前日にロシアのショイグ前国防相とゲラシモフ参謀総長に逮捕状を出したんですね。で、これは何の容疑かというと、ウクライナの電力施設を集中的に破壊して、で、国民生活を非常に窮乏に陥れたというところで、その国民生活の基盤をこう、攻撃するわけですね。これをやっぱり国際法人道上に対する容疑に当たるということで出すんですけど、イスラエルがまたこれ、今ネタニヤフ首相やガンツ国防相とか何人かに対して国際刑事裁判所の裁判が検事局がですね、逮捕状を請求しようとしてるんですけど、このおそらくこれも問題は、飢餓を利用してるんですね。飢餓を武器に使ってると。これは非常に悪辣な政策で、一見なんでもないようだけど、しかし、もちろんそれと同時に、その前に学校や病院などを集中的に意図的に攻撃してる。いくらイスラエルが否定しても、事実として、それはもう裏付けられますから、こういうことにも関しておそらくね、ICC は、逮捕状をおそらく請求するんではないかな。別に法律家的説明をすれば、戦争というのは本来あってはならないけど、自衛戦争は今は合法です。でもやるときにはやり方があって、お互いに代表選手の軍人同士がドンパチやって、民間人に意図的被害は与えない。だって戦争って殺人や建造物損壊じゃないですか。だから、極力民間人に被害って、これが今は国際人道法と言いますけど、昔は僕らが習った頃は、戦時国際法、戦争の仕方法ですよね。だから明らかにこれは国際法違反です。それから、動機として、イスラエルがハマスのような、確かにハマスは、正規軍じゃないから、非合法戦争だ、ゲリラだから、刑事犯罪人なんですよ、形式的には。わかりにくい格好で、軍服着て堂々と行かないから、理屈上はそうです。選挙を見てると、国民の半数が棄権してしまっていて、タヌキの化けの皮を剥がすように、あの人を。皆さん、ありがとうございました。以上、今日のオプエドでした。